ピオルン。シュルク。ピオルン。しっかりしろよ、シュルク。こんなところでグズグズ立ち止まってる場合か。どんな理由があるのかはわからんけど、あれは間違いなくフィオルンだった。失われてなかったんだ、命は。なら取り戻そうぜ、フィオルン。ミーナス様のよりしろにされてる感じだよね。そうだ、そのために僕たちはここまで来たんだ。そうさ、行こうぜ、フィオルンを追って鬼神海へ。あそこを抜ければもう大剣の渓谷だ。鬼神兵たちが飛び去った方角にはガラハド要塞がある。あ、ガラハド要塞行こうって言ってたもんね。行くかい、シュルク。行くと。愚問だな。フィオルンを取り戻すために。え、いや、行くけど、ムムカさんのレベルいくつだった？55ぐらいまで上げないと厳しくないか。まあ、どっかのランドマーク行くまで一旦行って、そっからまたサブクエ祭りかな。お、着いた。まあ、一旦ムービー見るか。ねえ、ももかさんいくつだった？親指。え、ここ親指なの？え、男性ブするんだが、なんかムービーが、曲もすごいかっこいい曲になってる。え、これ11章でしょ。フィオルン、なんだっけ、メイナス様とか出てきてるし、物語の核心部分には近づいてはいるんじゃないのかな。武器なくなった。え、大きな剣刺さってるもん。痛そうだもん。え、巨神？鬼神の体験だ。違う、鬼神だ。この下に広がっている渓谷、これが全て剣なのね。ええ、でもどこか不自然だ。何か気になるのか。ほら、あの光の流れ、あれエーテルの光じゃないかな。まるで何かに吸い寄せられてるみたいだ。この先にはガラハド要塞があるはずだ。父上から聞いたことがある。鬼神は巨神のエーテルを吸い取り糧としているのだとか。そうなの？鬼神がエーテルを糧としているね。なるほど、奴らのエネルギー源となっている可能性は高いな。え、じゃあもうお着替えしていいかな。もう寒くないもんね。着替えよ、着替えよ。いろいろ整えたので、一応この3人で服装も寒冷仕様からちゃんと元に戻してね。いや、サブクエ行きたいけど、一旦ちょっと敵の、道中の敵いるでしょう。で、道中の敵のレベルとかを一応チェックして、一応チェックして、それからサブクエに行こう。情報は大事よ。うわぁ。すっご、え？誰？カマキリじゃん。この距離であの大きさか。かなり巨大な要塞だな。55まで開けるか。鬼神海の前線基地だ。巨神海を襲ってくる鬼神兵は皆あそこからやってくるのだろう。お家ってことね。なら、フィオルンを連れ去ったあの黄金の鬼神兵、あいつもあそこにいる可能性が高い。この先はいよいよ鬼神兵の拠点に乗り込むことになる。うん。もし
こんな危ないことに付き合えないって人がいたら。シュルク、仲間外れはダメだもん。今更帰るなんて言う人いないよ。ダメだもん。リキ、怖いけど置いてかれたくないもん。リキ、いい子だね。そう、何気に武器も変えたのよね。さあ行こう。まあ、リキちゃんが活躍できる場所というのがなかなかないんですけども、はい、ん、敵のレベルちょっと見たかったんだけどな。乗り物がある。え、いや、さっきのところでセーブしたけど入れなくなるかな。てか50ってどうなの。なんか55ぐらいないときつそうだな。また余計なもの触るんじゃないよ。補給部隊。え、ここから先何の準備もせずに進むのは得策じゃないからね。君が呼んでくれたのか。お、おい、ありゃ、な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 に、あ、あ、ディクソンさん。ディクソンさん、なんでいるの。随分とご活躍だそうじゃないか。あの顔つきを切り刻んでやったって。耳が早い。どうしてお前が。なんで知ってんの。連合軍だか何だかぶち上げるっていう知らせがあったな。まず俺がホムスの代表として上がったってわけよ。そうなんだ。そしたらお前らが体験の要塞に向かったっていうじゃねえか。すわ、会いに来たって寸法さ。最新の装備もたっぷり積んできた。必要だろ。ふう、そろそろ新しいやつが欲しかったんだ。おっと、ライン。ですよね、思った。この主戦止め。いや、お金はあるけど、お金はあるけど、どこまでやれる？やったー。え、なんで？掘れるの？あー、そろそろなんか、エーテル、ジェムも作るか？君たちだっての完璧な勝利なんだからな。ありがとう。話しかけると進むってことね。鬼神界の結晶と不神界の結晶は、心配してくれたのか。でもなんか好奇心もありそうだよな。なかなか鬼神界に、来ることができる機会っていうのはないからね。うん、やあ、勝ち時をあげよってことで。まあ、正直向こう多分トリウミさんだよな。トリウミさん相手に勝ち時あげれるか。あ？あ？何を補給しに来たのかな？回復アップか。いや、これは、あ、待って、ほん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 。マインドブラストあげるよ。ヒールギフトもあげる。これ多分使ってたはず。いや、オーカの本売ってないんだよな。どこに売ってんだ？これは？リフレクション。アンカーチェイン。
アンカーチェイン、なんだ、ラリアットも使ってないはず。え、千場転生リフレクション、いや、リフレクションは買っとくか。メリアさんのは出し惜しみしちゃいけない気がする。可愛いから。整ってません。そうだよね。これ使ってない。シールドバッシュの本ってどっかにあんのかな。アンカーチェイン、オーラバーストと、オーラバーストだっけ。ラリアットとアンカーチェーンか、この2個があったのか。で、千場なんとか。あ、これな、正直、これ、つけたいんだよな。買っとくか。史上名作40。これ美味しいよな。あ、全然お金あるわ。ここで整えて、ちょっとサブクエ行って、ここに帰ってくる感じかな？一旦ね。レベルを整えてきました。55で、これ11章だから、まあ55が無難かなって感じで、あとサブクエもやって、って感じかな。あとは、着替えました。黄色でちょっと統一しつつ、ちょっと足はね、まあ、同じカラーリングっぽいのあったんだけど、まあ、このカードキャプターさくらみたいな靴がね、やっぱり好きなんだよね。まあ、黄色で統一した感じ。頭もね、やっぱりあのティタン装備のもう一個が出たんだよ。で、それが黄色だったからちょうどいいね。トータルコーデ的には良いですね。まあね、パーティーは依然この3人が一番丸いので、この3人で挑みますけど、で、右上にお金があるんだけど、大体私はレベル調整するのにサブクエをむちゃくちゃやるので、お金がね、めっちゃ溜まったの。で、私はアーツの本をね、めちゃめちゃ取り逃してんだよね。やっぱその時々でお金がなくて、買えなかったりだとか、いや、これ使わないだろうとかいうのを買い逃していたりだとか、全然使うやつすらも買い逃してんだけど、で、各所のショップで、まあ、よっぽど使わないなっていうやつ以外は一応回収したりだとかして、その一環でね、気づいたんですよ。まあ、このゲームを知ってる方は、この時点で察しているのかもしれませんが、これね、全部買って。っていうことで。いや、これ、前回、レベル50ぐらいだった時に、この、ここがいいかな？下がるのよ、大体みんな。ほら。お話になりませんね、なんてこと言ってたんですけど、私気づきました。これね、やたら、鬼神兵がどうって書いてんの。ボコボコにできる。切れる。貫く。真っ二つにする。
や、わかんないんだけど、こんだけ鬼神兵をボコボコにできるだとかなんだとか言ってるから、もしかしてこの武器さえあればエンチャいらない？どうなの？全員分、いや全員分買うか、お金あるけどね、全員分買うかどうか迷うところではあるけど、お金あるんだよね。しかもここのショップっていつまでもあるっていう観点から一応この本は全部買ったんだけど、なんかこの時期だけの限定のショップだったりとか、そういう説あんのかなとかいろいろ考えて、やっぱこれ買った方がいいのかっていうことなんですよ。やっぱりエンチャいらないってなると、こっちの一手節約できるよね。やっぱこれいる？買った方がいい？まあ、使うかどうかはさておき、そのメインパーティーの分だけ買うのもありだけど、やっぱここのショップが限定説あるから、一応全部買って、これでエンチャいらないんだったらマジですごいけどな。攻撃力下がるけど、ガード率とかもうめちゃめちゃ下がるけど、いいよな。空きスロあるし。で、これだけ買っても全然お金が余ってるっていう。どうなんだ？なんか装備するか。装備も整えたから、いよいよ話しかけるか。やだな。ねえ、ディクソンさん、怖いのやだよ。よう。言うて55あるけどさ、さてと準備が済んだなら聞かせてくれよ、これまでのことをさ。いろいろあったって顔してるぜ。ほら、話してみろよ。まあ、口が甘い。回らない。で、いつもの感じをね、55にしたし、やっぱこのパーティーが一番丸いし、他の方のゼノブレイド、ネタバレにならない範囲で動画を私はちょこちょこ拝見してるんですけど、私っていうか、まあ、敵よりレベル低いのに勝ってたり、とかね、そういう方結構ザラにいるのよ。私なんてレベル、まあ同レベだったりレベル高いにもかかわらず負けてたりするじゃない。この違いってなんだろうって。もちろん私の IQ の低さもある、それはある。戦いが下手だとかそういうのもある、あるけど、多分あまりにパーティーがナメプ仕様だったんだと思う。本来この子たちはみんな強いの、私が悪いの。いや、これまでのことを話すね。負けなくていいところで負けたりとかしたよ。そうそう、アユビースがいたんだよな。いや、メルヤ可愛いぞ。そいつはダンバンの。うん。なるほど。お前らの暗い顔の理由が分かったぜ。あ、顔に出てたか。鬼神兵の中にホムスがね。俺たちを食うだけじゃなかったんだな。ムムカも顔つきとなっていた。コロニーナインを襲ったのはあいつだ。ムムカさんは記憶を継続してんだよな。あいつ、てっきりあの戦いで死んだと思ってたんだがね。驚かないのか。コロニーナインを襲ったのがか。鬼神兵どもの理由はわからねえが、あれは元からそういうやつだろ。別におかしかねえ。そうか、ちゃうよ、ムムカよ。ムムカもか。面白いじゃねえかよ。何も面白くないよ。なんでもねえよ。何？それじゃあ僕たちはここで戻るよ。できればこの先も力を貸したいけど、ホムスたちとの連合軍編成の件や予言官としての職務もあるからね。アユビースもなサブクへ付き合わせたね。ごめんね。そういうこった。まあお前たちなら無事フィオルンを取り戻せるだろう。その間俺らは戦の準備でもしてるぜ。大丈夫？ここまでありがとう。バイラやれる？大丈夫。僕らだけでやってみせるさ。ガラハド要塞は鬼神兵どもの要衝だ。くれぐれも真正面からぶつかるような真似するんじゃねえぜ。なるほど。エーテルの流入口を狙うつもりだ。エーテルエネルギーをやつらが獲得しておるってこと。要塞にだってそいつが流れ込む場所があるはずだからな。そこを目指すさ。うん、ナビがあるからね。死ぬんじゃねえぞ、シュルク。うん、頑張る、はい、ディクソンさんも気をつけて。おう、
まあ真正面から敵と戦わなくてもいいということ。あ、帰っちゃった。あ、帰っちゃった。行ってしまったな。ショップは？やっぱりショップって限定？よし、目指すは大剣の妻、ガラハド要塞だ。怖いよ。はい。怖いよ。やるけどさ。そうそう、サブクエとかレベル上げしながら。あれから1年か。今度こそ俺たちの未来掴んでみせるぜ。頑張ろうね。私もピンピン言わないで頑張る。サブクエ中ってメリアさんを使うのが結構多かったんだけど、リキちゃんも使ってみたいなと思って、リキちゃんでね、遊んだりしてたわよ。あ、名前ちゃんと見た。エギルさんね。キングギドラ。え？あ、教授、ザンザ。あの男以外にモナドを使える者が現れるとは。だが、なぜザンザはモナドを解放した？モロハの刃となることは奴にも分かっているはず。やっぱそうなんだ。それもあんな子供に。そして私の制御を離れて勝手な行動を取るフェイス。モナドが解放された今となってはフェイスの役割もここまでか。何いや、あのモナド使いと戦わせることで何かがわかるかもしれんな。いや、エギルさんも、いや、なんか仲良くなれなさそうだなって勝手に思ってんだけど、メイナス様、あのフィオルンねは、なんかあれだよね、みんな平和にやろうよみたいな思想の持ち主っぽいよね。だから話せばわかるような気がするんだよな。ただエギルさんはなんか別の思惑で動いてそう。だってあのムムカさんを手なずけてるんだもんね。え、あれは違うよね。なんかありそうじゃない？もしかするとエギルさんもいい人なのかもしれないけど、やっぱ個人的にアユビースとかザンザはもう超絶臭いなって思っ敵じゃないね、思ってる。大丈夫かな。敵はでも意外といなそう。あ、ここあれじゃない？最初の映像で出てきたよね、ここ。あ、違う、出てない。いや、こういうなんか、傾斜があったように思ったんだけど。ん？体の芯が熱い。え、何？なんで熱くなってんの？これ中何？敵いる？いや、ちょっとやめよ。だってここ通んなくていいって言ってるし。なんかあれじゃない、ここに入ったら四面楚歌で敵がバビバビやってくんじゃないの。こっちね。あ、怖い。え、あ、いる、なんかいる。第6ゲート、上？ん？大丈夫？あ、ここ？あれ？ん？あ、乗って大丈夫？ロックされてる。なんか解除しながら行く感じ？え、解除しながら行く？この先行けないな。やっぱあれか？あの四面楚歌でなんかやるのかな？怖いな。怖いな。いや、多分ここでしょう。大丈夫。こんにちは。こんにちは。ここかな？あ、いいんだ、いいんだ。敵来ない？敵来ない？はい、OK です。あれ、ここも行ける。
何？あ、ストレートに行こうか。あそこも行けるけど、多分こっから入れよってことだよね。はい、行ける。あ、そこが開くんだ。開き方かっこよ。わあ、でかいのいる。でかいのいる。いやいや。あ、これなんか上？あ？上行けるんじゃない？多分下行ったら。めっちゃあいつと戦わなきゃいけない的なサムシングになるわよね。なんだ？これあれじゃない？ショートカット的な、ショートカットっていうかこう安全な道を用意してくれてるのでは？こっちだよね。敵いないね。入れますよ。まだイベントの場所までは遠いな。敵はいない。こっち？あ、でも交渉がある。あー、いけないんだ。まあ、拾えるものだけ拾って。怖いよ。敵いないの？本当に。マップ上はいないけど。あ、じゃ、近いな。近いし、近いし、ここ広いし、あ、ちょ、始まっちゃった。あ、セーブ。待ってたぜ。ムムカ。ムムカ。お前らのことだ。ここを通るんじゃねえかって。うわ、本気なのか。よく理解してらっしゃる。本気の俺たちホームス。ホームスなんて関係ねえよ。俺は今最高に充実しているんだぜ。だってそうだろう。今しモナド使いを切り刻めるんだからな。広い。顎のおっさん。随分と自信があるんだな。俺たちを相手にあんた一人で戦えるってか。一人じゃないよね。絶対。なるめっちゃいいな。そこまでうぬぼれちゃいねえよ。この音は。嘘。汚ねえの。でしょ。この数は戦えないって。モナドの小僧。どうすんの。切れるか。切れるのか俺たちが。あ、人が。人が乗ってるかもしれないんだよな。誰が乗ってるのかな。この中には正直お前たちの親父がお袋がガドさんももしかしたら恋人だったりしてな。ちょっといそうだよな。わ、みんな槍支給されてんじゃん。あ、ガドさん。お、どうやら該当者いじめってか。ちょっと挑発だよ。クリさん面白くなってきやがった。いや、まあビジョンがなくても今のはザンザの時と同じ。カルナ危ない。クリサ面白くなってきやがった。おお、足腰鍛えてる。いいね。え、いいねじゃないんだ。でも戦えるのか。シュルク。みんなあの緑の爪に気をつけて。え、他の鬼神兵の槍にも。どういうこと、どういうこと。あの武器には何か秘密がある。え、じゃ、よく気づいたな構造。そうよ、この武器は特別よ。お前たちホームス、いや巨神界の生物を腐らせるために作られたんだからな。あ、でもカルナさんにはデバフを直すあれがあるから。難しいことはよく分からねえよ。これ、そこのエーテルの流れ。エーテル流ってのは巨神のいわば血液さね。その血液を絞り取ってるのさ、この要塞ではな。絞り取った血液から作られるのがこの緑の液体ってわけさ。
お前たちはそんなことを。どうだ、生かすだろ。生かしません。こっちは俺にぴったりの世界だぜ、ダンバン。無無か、貴様は。この数、無駄話はここまでだぜ。この数どうするよ。腐っていきな。いやどうすんの。大地で言おう。多いよ。ゾード、なん、え、ゾード何人いるの。ムムカさんやったら終わりか、それとも周りから消した方がいいか。いや、補充はなさそうだよな。コストかかるよな。攻撃を集中させて。おうよ、わかったわ。なんでこっち向いてんの。はい、延長は大丈夫だよね。よっしゃ、でこっちです。 HP は大丈夫。はい、出し惜しみしないぞ。ここだ。これなんだけど、タレン、なんだっけ、左上のゲージ貯めたいよな。次は私よ、あとは時間の問題ね。オッケー、大丈夫。またぶちかまそうぜ。はい、こうだろうだ、シュルク。はい、次はそこ。ムムカはええねん。あれ、君だけ、君だけですか。はい、はい、いや ありがとうだけど、クールダウンが必要ね。ちょ、はい、大丈夫です、大丈夫です。はい、もうちょっとでチェインがたまりますね。痛いよ。あ、でも戦えてるんじゃない。ないよ。このままじゃ。頑張れ、俺がついてる。嘘でしょ。いや、バカ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 、ちょっと重心が上がってきたね。回復させてくれませんか。ありがとう、ありがとう。ハンマービートだ、俺に任せろ。クールダウンだ。オーラソラ、イージー、心が騒いできた。はい、もうちょっとだね。いや、もうええやろ。よっしゃー、怖かった。52、52って書いてた。55まで上げててよかった。これほどだったのかよ。そうさ、バイバイムムカさん。これがモナドの力だ。バイバイ。望んで手に入らなかった力で滅んでいけ、ムムカ。見下してんじゃねえ。滅びるのはてめえだ。3番さん、パーティーに入れてあげればよかった。お、何、なんで止める。やっちゃえ兄さん。なぜ止める、シルク。いいんだよ、やって。この人は鬼神兵じゃない。鬼神兵だよ。こいつのやってきたことを忘れたのか。刺せる時にとどめを刺さないでどうする。本当よ、忘れてなんかいません。フィオルンのことも陛下のことも、こいつは憎い敵だ。でもやっちゃえよ、シルク。甘いよ、考えが。顔つきはただの鬼神兵じゃない、僕らと同じ人なんです。わかるよ、ニーブンも。わかるけど、平気で人を殺せるんですか。ムムカとは、ああ、必要とあらばな。ムムカとは分かり合えないから、いいよ。戦うことになっても
ですか？フィオルンは可愛いから大丈夫、やらない。僕は旅に出た時、全ての鬼神兵を倒してやる、そう思ってました。でも鬼神兵には人が乗っていることもあると分かった。僕は知りたいんです、なぜこんなことになったのか、なぜ巨神界と鬼神界が戦うことになったのか、それを確かめたい。わかるけどムムカさんはいいよ。お前の戦いか。ムムカさんはいいって。ほら、なんか笑ってるもん。そいつは改心しない。甘いぜ。これ。なんか傾いた。やつを許すことなどできん。だがお前の言葉重かったよ。響いた。ムムカはいいよ。今はフィオルンを助けよう。後のことはそれからだ。はい。そういうわけだムムカ。今はお前の相手なんざしてる暇はないんだよ。てめえはいつもこの俺を生きやがれ。あ、救う？救わなくてよくない？生きやがれ。ダメだ、動くな、動くな。何？あらららら、ムムカ。まあ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 、あれかな、ダンマンさんの手を汚さずに済んだということでいいのかな。いや、ムムカはやっていいけどな、下っ端でしょ。ムムカ絶対内情に詳しくないって。愚かすぎだぜお前は。まあ人間らしいことを言ってしまうのであれば、ダンバンさんに対する劣等感がすごかったんだろうな。それがだんだんなんやかんやして歪んでしまったという感じなんでしょうね。あ、HH 最小。意外と役に立たないのね、ビジョンって。陛下を守れなかったこと、それは流れの枠のうちだったからさ。シルクのせいじゃない。ふん、肩持つのね。好きだからな。で、何か分かった？ゾクゾクしてくるわ。この槍、この緑の液体は私たち巨神界の生命を構成するエーテル構造を変質破壊する効果があるよね。おそらくは巨神の血液から採取したエーテルエネルギーに手を加えたんでしょうね。うんうんうん。体験の警告を流れるあのエーテル流はそれか。他にもまだありそうだけど、今のところは何とも言えないわね。対抗策は？抗体を作ることはたやすいわ。まあ間に合うでしょうね。そう、それはよかった。戦争に備えてるってこと？ね、あいつなんで呼んだのよ。私あいつ嫌いなんだけど。年長者は敬わないと。僕らより彼との付き合いは長いんだからさ。彼？ディクソンさんになんかビッグネームのお友達がいるってこと？ディクソンさんはいい人じゃないの？みんな臭いよ。邪魔者はいなくなったな。あとは乗り込むだけだ。まあ乗り込む前に私はお花を摘みに行かねばなるまいのだが。フィオルンが黄金の鬼神兵と。エギールさんってどうなんだろう。話わかる人なのかな。まあ一旦ムムカはここで片付いたってことだね。声はいいんだけどな、邪悪だからな。なに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 。戦いにくいな。まあ、いずれは戦う。
こ行くの？どこ行くの？ピオルン！シュルク！どうしたんだよ？何か見たのか？いえ。また隠す。見たものはちゃんとね、共有しましょう。はい。白銀の騎神兵が、フィオルンが確かに要塞の中にいました。うん、今ごまかそうとしたよね君。そうか、悪い癖だよ。それがはっきりしたのはありがたい。11章なんだからそろそろその癖直そう。フィオルンはあの中にいる。ビジョンの通りにしてたまるものか。必ず助け出してみせる。変えられる未来と変えられない未来があるってことだよね、さっきのアユビースの言い分としては。なるほど、あっちに行くんですね。なるほど、一旦セーブして。ちょっとあれよ、エナドリ飲んでるからね、近くなるのよお花摘みが。